目つきが気に食わねえ。やんのか。秘書のマリナです。稼ぐぜ。飲んでって。この金でどうだ。
ンガン稼ぐぜ。いらっしゃいませ。いや、あれ、お客さん初めて？ああお好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦よ、なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。
なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか、ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ほん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。どうよ、錦山君すごいプロみたいだったわ。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな。
本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ。タグ、それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。本当ね、事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。アワナの兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら、戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ登場会に立てついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うれっ、うん、錦いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが、錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。
何つったってんだ。土下座しろや、土下座。てめえたちは分かってんのか、バイラ。なんか勘違いしてるらしいな。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気などか。そうかよ。面白いな、お前。おれ、やってみろ。早くやれや。その代わり、ここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。てめえ、何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。次はあんたか。やってみろよ。くっ、キリュウよ、おめえなんで立花不動産にいる。何、わかってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って殻の一つを追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか。どう思うが、あんたの勝手だ。おめえごまかすの下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか。そうか、まだか。
手がかりくらいは掴んでるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ、何だかんだ。おめえは分かりやすくて本当いいや。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一粒に手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦屋のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた橘に会ってどうする気だ。殻の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間がある。立花を渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始めよう。獲物は当然お前の首で。ママ、もういいよ。迷惑かけた。織田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことが
お前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りや立花の代わりに気流が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくら何でも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが気流を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一つをかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ。悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それよりこれからどうするの？おい待て、キリュウ。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。
がムカつくぜ。目障り。いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございました。立花、なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが押さえ、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。
無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。
前らどけ。お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 い、Let's go.
うぜ。おっと、
夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなぎ、親父、粟野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、では構いませんよね、クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さねえ。生け捕りにして俺の前に出した。へい。
障りだ。おい、人集めてこい。気流を見つけたってな。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、気流。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは道島組でごった返す。逃げりゃ死ねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。そうまでして死にたかねえか、みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。2分で来い。
でだ。一分で来いって。ついてるみたいだな。来る時は逃走。
ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に、あんたさえよかったら。何？うちの店、ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった、頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてた。この先はどこまでつ。劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道につ。今頃堂島組は。ああ、助かった、ありがとう。いつか町を自由に歩けるようになったら今度は客。ごめんね。しましてくれるぜ。くせ。さっき飲んだ。あんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。
極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュウ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえ、バカや。待てこれ、
さ、今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。はあ、本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな、キリア、やっぱクゼナ兄貴はしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、ゆうべはなんで電話しくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリア。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びが
バカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、あれは犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわり何したんだ。まあ、まあ落ち着けって、何もしてねえや。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。あわな、お前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。どんま、そういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたらまあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな、組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は。障害、つまり脅し担当なんだよ。義龍、俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす、たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いや、キリュウ。あの不動産屋田島なお、俺によりゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に這い出たばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。この女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決
決まってんだろう。俺は行く。何？あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ？あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ。俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ。あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュってね。なら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ！認識？早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だが。いいから。下げて隠れてろ。粟野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ城を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。うん。ニシキ。ここはどうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。
何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん、キリュウ、お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。道島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ、キリュウ。組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな忍者ねえよ、キリュウ。頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。極道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ、キリュウ。お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで
死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え？俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだって、キリュウ。おめえ、本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ。ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。大阪、蒼天堀の夜を彩るキャバレー、グランドの支配人、真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつてカムロ町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで、組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。
ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかったけど、お前を狙ってたが俺だけやなかった。お前って何者なんや？コウモリの入れ墨いうのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれるときちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。入れ墨言うのは何や？なんでその男を探しとる？それはそいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。
コウモリの入れ墨の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな。その話、もっと早言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。まずさも方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。例の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら、俺はこの町におれんようになる。もしそうなったら、あんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店だけになれば、町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああ、せや、真島はん。ああ、んた、キャバクラにはいかがりますか。キャバクラ、ああ、最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんで、キャバクラいうようになったんや。まだ行ったことないが、それが。ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーは持ってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったら、あんたもキャバクラやっとるやないか。台所苦しい言うても、そんくらいの金あるやろ。もうやったわ。けどあかんかった。なんやと？ま、一遍見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者、夜の街を制する。その言葉の意味もない。ちーと喋りすぎましたわ。ほな、